シャスタサウルスは、山上期中期から後期にかけて生息した魚流の絶滅した属で、史上最大の海生爬虫類。標本は、アメリカ合衆国、カナダ、中華人民共和国から発見されている。ショニサウルスポピュラリス、ショニサウルスの可能性があるシャスタサウルスシカニエンシスと、人の大きさ比較、シャスタサウルスは山上期中期から後期にかけて生息していた。 モシキシュ・シャスタサウルス・パシフィクスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州から知られる。第二の種の可能性があるシャスタサウルス・シカネンシスは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州、パーデネソウから発見され、時代は、約2億1000万年前に相当する、ノーリアン期中期にあたる。シャスタサウルス・シカネンシスは、全長21メートルに達し、これがシャスタサウルスに属するのであれば、最大の種となる。 シャスタサウルスは高度に特殊化しており、他の魚竜とは明確に一線を隠す。外形は細長く、最大の種の胸角は2メートルに満たない一方で、前足と後足の間の距離は7メートルに及ぶ。大半の魚竜はイルカに類似した形態に歯と長い分部を有していたが、シャスタサウルスの分部は非常に短く歯も存在しなかった。このことから主に柔らかい体をした。 頭足類を吸引接触したと考えられたが、後の研究で魚類の顎は吸引接触に適していないことが示唆されている。複数の頭骨が保存された唯一の種であるシャスタサウルスリアンガエにおいては、頭骨は生体では全長の8.3%、妖胎の9.3%に及んだ。禁煙なショニサウルスとは異なり、シャスタサウルスは妖体でさえも歯を持たなかった。 噴部は頭骨の特異的な配置により縮んでいた。他のほぼ全ての魚流とは異なり、通常は頭骨の中央部分を構成する尾骨が噴部の先端まで伸び、噴部の骨は全て先端部に向かって、急激に細くなっている。シャスタサウルスはまた、より進化した魚流に見られる背びれに基づいて、伝統的に記載されているが、他のシャスタサウルス科の魚流は背びれを持っておらず、 どの種においても背びれの存在を支持する証拠はない。後の魚流で見られるサメのような尾よりも、己方の突起ははるかに小さかったと推測されている。三種の復元シャスタサウルスの模式種は、シャスタサウルスパシフィクスであり、カリフォルニア州北部の山上気候期カーニャン期にあたる地層から出土した。断片的な化石しか発見されておらず、この標本に基づいて、 体の比率からシャスタサウルスが通常の魚流と同じであるという憶測が導かれた。なおこの時、カラワイアとグイゾーイクチオサウルスも含まれている。シャスタサウルスには第二の種であるシャスタサウルスリアンガエが含まれる可能性がある。本種は保存状態の良い標本複数から知られ、もともとはグアンリングサウルスに分類されていた。頭骨は完全ではないものの、 シャスタサウルスパシフィクスと同様に、噴部が短く歯が存在しないことが完全な骨格から確認できる。シャスタサウルスリアンガエの最大の標本、アグムア SPCV03109 は8.3メートルに達する。妖体の標本、アグムア SPCV03108 もまた発見されており、3.74メートルに及ぶ。 ロイヤルティレル古生物学博物館に所蔵されたシャスタサウルスシカニエンシスシャスタサウルスシカニエンシスは2004年には本来ショニサウルスに位置づけられていた。しかしこの分類は系統発生学的解析に基づくものではなく執筆者もまたシャスタサウルスとの類似性を指摘している。この関連性を調査した2011年の研究で標本が実際には ショニサウルスよりもシャスタサウルスに近いことが指示され、シャスタサウルスシカニエンシスが命名された。だが、2013年の解析では、当初の分類が示唆され、シャスタサウルスよりもショニサウルスに近縁であることが発見された。シャスタサウルスシカニエンシスに属する標本は、カナダのブリティッシュコロンビア州、パーデネ層から発見され、この地層の地質時代は、 約2億1000万年前にあたるノーリアン期中期である。2009年には、シャンエルアイが、グイゾーイクチオサウルス単外を、シャスタサウルス単外に再分類したが、後の解析により、グイゾーイクチオサウルスが、さらに進化した魚流に近縁であり、シャスタサウルスの種とは考えられないことが判明した。かつて、シャスタサウルスに分類された疑問名には、 オーストリアアルプスから出土したシャスタサウルス、カリンティアクスとドイツのムースケルコックから出土したシャスタサウルスネウビニーが含まれる。ただし、後者はファントモサウルスとして再記載、再分類されることとなった。ありがとうございます。